ですね。次は。これ一旦戻して。宇宙船から AI を守る。これヤフーニュースですね。ヤフーの宇宙船から AI を守れ、超高度集積時代の危機管理っていう。目のだろう。J パークっていうのは日本の、東海村近くにある。ミューオン科学実験、ムースパンフレット。ミューオンっていうのはある。中間子。ミューオン。何ですか、メソンが違う。ミューオンっていうのがあるんですよ。宇宙から降り注ぐ宇宙船が半導体を誤作動させ、電子機器デバイスが不安定化することに、を宇宙船のソフトウェアという。この現象を半導体が小型化し集積化する中、 AI や IoT が普及する社会にとって見過ごせないリスクとなっている。今回九州大学などの研究グループは、宇宙船の中のミューオン、ミューオン、ミュー粒子、ミューオンがソフトウェアを引き起こすと実証した。ちょっと今日はね、いろんな興味あるところを紹介します。宇宙船ミューオンによる誤作動とは、宇宙には、地球には常時宇宙から電子、陽子、中性子、ニュートリノなど多種多様な宇宙船が降り注いでいる。こうした宇宙船が、RAM、ランダムアクセスメモリーや CPU、セントラルプロセッサーユニット、FPGA、フィールドプログラマブルゲートウェイ、プログラマブル、これ、あれですよ。プログラムできるゲフィールドのゲートアレイってことです。構成する半導体メモリーにぶつかるとノイズが生じ、二進法の0、1で動作するメモリーの値が ビット反転することが起きる。メモリーにぶつかるとノイズが生じるんだと。こうした誤作動を宇宙船によるソフトエラーというか、ごく一時的な現象であり、演算が繰り返すなどデータが上書きされたりすると正常な動作に戻っていく。そのため原因が分からず、エラーもランダムに起こるので、技術的に解決できる。デバイスが不安定な状態に置かれてきた。最近では、デバイスの小型化や集積が進み、メモリ自体の電荷も省電力により、ごく微小になってきている。宇宙船の衝突にノイズの影響が無視できないものになっているが、今回、九州大学や大阪大学、高エネルギー加速器研究機構など、研究グループは宇宙船の一種であるミオンが不ミオンになる、ビトンというか正ミオンより、サバイオクを送ることを実施し、その成果を本来送る電子学術生 IEEE The Institute of Electro and Electronics Engineering に発表したという、ですね。半導体に悪影響を与える宇宙船は中性子によるものが知られてきたが、今回ミューオンに注目。ミューオンは電子と同じ電荷を持つが、質量電子の約200倍という素粒子、物質を構成する最小単位で、電子を含むレプトンのグループのうちに生成しやすいため、原子炉なら構造物が含むナビネで使用されている。メモリーデバイスがあったら、これ負の、ミューオンが、宇宙船がここに来て、負ミューオン捕獲反応というのを起こして、二次イオン。これが出るんだよね。で、000が00。この、ちょっとメモリーデバイスも変わるんだよ。これ厳密に言うと、これ、Z がなんか、あって、ミオンが入って、これ、放射線が出るんだよ、X-ray が。原子の近くを入ると、なるこれ、Z。マイナス1。こう出て、それで NPDAα なんかが出て、ガンマ線が出る。ガンマ線が出るね。らしいですね。まあなんかいろいろある。フミオンが半導体メモリデバイスにあり、捕獲反応で発生した二次イオン、陽子やヘリウムなどに電荷が加えられ、その結果として0000001000でビット反転が起こる。
九州大学のプロスディです。九州大学フミウオンの照射実験には、茨城県にある J パーク、ミュウオン実験装置を行い、実験装置を使い、メモリビット判定の発生確率を測定した。その結果、フミウオンの方が生命より確率が高くなることを観測した。研究グループによりは、ミュウオン負を使って、照射実験によるビット判定の影響評価はこれまでなく、AI や IoT が不可欠な超スマート社会の実現にとって欠かせない研究という。電気通信や交通インフラに限らず AI を利用する電子運転や手術用ロボットなど現代社会に膨大な数のメモリが存在している。万が一これらのメモリ誤動作が連鎖的に広がっていけば社会に大きな混乱を生じている。これまで宇宙船によるソフトエラーは見過ごされがちだったが、我々の生活に直結するようなリスクになりつつある。宇宙船を物理学に防ぐことは非現実であり、エラーの影響をできるだけ軽減する技術の研究開発も急務だろう。宇宙船の荷電粒子の約 75% が電子機内へ飛び込んでくる透過性の高いミューオンであり、宇宙船の研究と同時にミューオンの挙動について注目していく必要がありそうだ。セイヤ・マナベ・アトロール。アトロールは他多数ってこと。ネガティブ&ポイズンミューをインデュースシングルイベントアプセット in 65ナノメートル UTBBSOI スラムIEEE トランスサクションオンザニュークリアサイエンスで JPAC ジャパンプロトンアクセラレーターリサーチコンプレックス日本の陽子、プロトン陽子、加速器、アクセラレーター、加速器の研究の施設、コンプレックスはなんか複雑。素粒子原子核、物理学、生命科学、原子力など、幅広い分野の先端研究を行うための陽子加速器群と実験施設群の総称。大学共同利用法人、高エネルギー加速研究企業、国立研究開発法人、日本原子力研究開発機構、JPARC センター。ミューオン捕獲反応、ミューオンキャプチャーというのは核反応の一種。ガンマ線を出して安定することを、ミューオン捕獲反応という。ライター、編集者。石田正彦さんは、ライター、石田正彦、医学修士、MMSC、近代医学を学び、ネットメディアで。書いてくれてんだね、このライターの人がこのヤフーニュース書いてくれてる。僕ヤフーに15年、ヤフーブログで15年やってて、今もやってましたからね。ヤフーメンバーということで、今日はね、Google 検索でインターネット CPS を検索ってほとんど Google が作ってるらしいですね。Mac のあの人が言ってた。それよし、まあ今日は僕のちょっと興味ある分野をちょっと紹介していくと。続きまして、東京大学大学院理学系研究科理学部のホームページから。第6回東京大学全学センター素粒子物理学研究センターの センター長の駒宮幸男教授が昔ちょっと前にですか。素粒子物理学とは物質の基本体は何か、それらの間に働く法則がどうなっているかを研究する学問である。拡大解釈すると宇宙の真の賠償を元になっている法則を突き止めるという途方もない野心を持った学問である。基本粒子の法則だけを知っていれば生命現象など理解できるとは思ってないが、大手を振るって何の役にも立たない研究しているという意味で最も理学的な学問である。何の役にも立たないことはないです。素粒子物理は電子は素粒子ですから、CT とかあの辺のあれも最近じゃね、加速器の医療
重粒子線とかあるかというものの素粒子物理の加速器測定器は技術のフロンティアで、これらを派生した発展の技術は医療用の加速器超伝導磁石から放射光や自由電子レーザーに至るまでマイキューに止まらないインターネットの礎となったもので、 WWW ワールドワイドウェブは我々が研究活動を行っているジュネーブのセロ欧州原子核研究機構で始めされたもので、初めは研修者間の情報データジョークのやり取りのために開発された。また1969年に米国のフェルミ研究所という大型加速研究を基本した米国の国会議員団が来て、このような設置が国家の安全保障にいかに役立つのかという当時所長だったウィルソン氏に尋ねたが、いかにも米国的だが、所長は直接防衛には役立たないが、守るに足る品格をある国家を作るために必要であると答えたそうである。国家の品格は素粒子物理学の研究からである。これらの現状証拠、状況証拠から素粒子実験が何の役にも立たないというのは実は謙遜であることがお分かりであろうか。謙遜であるという、加速器が巨大になれば、予算もかかり、一機を多くの国が共同建設することになる。そこで実験も巨大装置なので、世界中から研究者が集まって設計し建設してデータを開発する共同と成り立つ社会である。それにはフェアプレーがある。必要なのならない、国際的にも大事なことが多いと。前世紀の後半には素粒子実験は実験と理論が誤って著しい展開が起こり、素粒子の標準理論が構築された。かつては素粒子だと思われていた陽子も中性子もさらに小さな粒であるクォークができており、今ではクォークや電子が同じレベルの素粒子であると考えられる。いまだにこの標準理論に、背く実験的な証拠は本学の宇宙船研究所を中心したスーパーカミオカミ事件が発見したニュートリノに微小な質量があるという事実だけである。しかしこの標準理論は重力を検出できていないし、実験が決めなくてはならないパラメータが多すぎるなど理論的なほころびが現れている。本センターが総力を挙げて参加しているセルンの世界最高エネルギー陽子陽子衝突加速器 LH 陽子陽子衝突ラージハドロンコライダーにおいて、標準理論を超える新たな素粒子物理学が切り開かれるだろう。高エネルギーで素粒子実験は高密度超高温の宇宙初期に遡り、そこで生じていた素粒子反応を実験で再現するものであり、壮大な宇宙史の極微の素粒子深く関係している。これ長いですね。これ1ページ。素粒子物理学国際センターの沿線。素粒子物理国際センターの前身は、創設からこれまで30年以上にわたり世界最高のエネルギー加速器を用いた素粒子物理学実験研究所を行い、さまざまな成果を上げてきた。本センターは新たな実験を始めるために組織転換を繰り返してきた。センターの前身である理学部附属高エネルギー物理学実験施設を小芝正俊教授が1974年に設立された頃は、素粒子物理学が急速な発展を遂げる革命前夜だった。まさにこの年の11月、米国ブルックヘブン研究所とスタンフォード線形加速器センタースラックでほぼ同時に、J ファイプサイ粒子4番目のクォークチャームが発見され、標準理論の高知系の突破口が開かれた。残念なことに彼が参加しているのはハンブルクにあるデイジードイツ電子シンクロトロン研究所、電子陽子電子陽電子衝突加速器、ドリスの実験はジェプサイを生成するファイルエネルギーを行き過ぎて高いエネルギーを始められるようだが、全エネルギーセンター長のなんとか仲間の PC を発見した。1977年、理学部附属素粒子物理国際研究施設として、デイジーに新設された電子陽電子コライダー、ペトラのジェーダ実験を企画、退去にされました。1979年、強い相互作用の元締めの素粒子であるグルーオンが発見した。ペトラの4つのグループがほぼ同時に発見したので、ノーベル賞に至ってないが、これら本センターの小林富夫教授の博士論文である。
拡大表示は電子陽電子のマイナス衝突を低いエネルギーから最高エネルギーまで四半世紀にわたり測定した。これは全世紀における本センターの歴史そのものである。横軸は電子陽電子の重要エネルギー、縦軸は衝突確率で、するような顕著なピークは弱い力を衝突する Z ボードエネルギーですね。よしよし、拡大表示ですね。答えどうぞ。衝突確率 2B で陽子陽プラスとマイナスハドロンズレップレップ2って書いてあるのかな。ヤイキョンボット、これペトラとかの加速器ですね。どうぞ。ケック B ファクトリーでやってた。レップっていう加速器があるんです。こうなって。いや、エクソンボルト。LHC アトラス実験。今年中には LHC が稼働を始める。長年、懸案であった素粒子の質量の起源となるヒッグス粒子と重力を含めた超統一理論に必要な超対称性粒子群の発見によって、標準理論を超えて素粒子物理学の新たな方向を決める突破口を開くと期待する。レップでの研究でヒッグス粒子の質量は114ギガエレクトロンボルトから約200ギガエレクトロンボルトの間に絞り込まれ、その発見が確実視されている。超対称粒子群も LHC の射程内で潜んでいると考えられる。超対称性粒子群、最も軽い粒子は宇宙の暗黒物質の有力候補である。 LHC は一周 27km の世界最大の陽子衝突加速器であり、スイスとフランス両国にまたがっている。逆に回る2つの陽子ビームは地下約 100m のトンネル内に設置された 超電導磁石によって、その軌道が極立半径 4km わずかに曲げられ、いい説明。アトラスの測定器は約14000ギガエレクトロンボルトの衝突エネルギーで正面衝突され新粒子を生成する。アトラス実験には30カ国以上の約1700人の研究者が参加している。アトラス測定器は表紙にあるように裏表紙にある円筒を横にした形状で、高さは7階建てのビルほどである。本センターはアトラスの結成当初からその中心的なメンバーとして参加しており、本センターの小林富夫教授と高エネルギー加速研究機構ケックの富宿勝雄教授が我が国の代表である。測定器ではケックや神戸大学のミュー粒子のトリンガーチャンバーを建設した。これは総面積約4000乗でヒッグス粒子や超対称粒子の探索では必須の検出器である。本センターの川本達夫准教授と医師の正也教授が助教が中心となって、政治的にも宗教的にも遠いはずのイスラエルのエジンバラパキスタンのテクニシャンらも協力して練習した裏表紙。我が国の物理解析の中心となっているのは浅井准教授で、本センターから物理学専攻に昨年移籍。彼はアトラス全体の超対称探索のグループリーダーでもある。彼の下でセンター助教研究員大学院生が約20人が物理解析の準備を行っており、世界でも強力なチームを作っている。アトラスは未だかつてない大量のデータを世界中に研究者が解析するためにグリッドというシステムを使っている。これはいくつかの大きなコンピューターセンターにデータを分散して蓄積し、高速ネットワークでこれらの物理センターと結び CPU を見つけて効率的に物理解析を行うものである。本生徒もこのグリッドの一着を担っており、地域センターの100人から運用している。仮想で実験的な物理解析を行うのは第2階層 TR2 であるプロの増田哲郎准教授らが TR2 地域解析センター研究開発を行っていて、トリガー写真を提供、ミューチャンバーだそうですね。PSI で、ME
事件、1平方メートルあたりに1秒間に約100個の割合で我々に降り注いでいる二次宇宙線のほとんどは微粒子である。メグ実験は標準にでは起こりえない微粒子が陽電子へと高速光子へ崩壊する事象を見ることです。イーガンマ探索する実験である。これらを発見された場合、超対称性大統一理論の大きなよくなるミューオンが電子 E とガンマ線 G に崩壊する奇まれ事象を探すという意味で、メグと実験と呼んでいる。この実験は崩壊、分球率の実験上限は10のマイナス11乗であり、これを2桁以上下げる感度がメグ実験である世界最強のミュープラスビームを出すことができるスイスのチューリヒ郊外に PSI ポール・シェラーインスチュートにおいて、昨年春からテスト実験が始まった。この実験は本センターが中心ので企画設計した建設のものであり、今では日本、スイス、イタリア、ロシア、米国、国際共同本センターの森、なんとか言うけど、スポークスマンである。大強度のミュー粒子を止めて、ミュー粒子崩壊で生じた光子の陽電子を捉える実験装置で超マニアックで、液体キセノンカロリメーターによって、光子のエネルギーと到達時間を測り、同時に、特殊なソリノイド磁石で陽電子の軌道を曲げて非常に低いドリフトチェンバーで運動量を測定し、シンジレーターでその時刻を測定する。これらの装置は三原とも助教、現在結構準教授と大谷こう助教らが一言で語りつけている。困難を乗り越えて、丹精込めて作り上げた芸術品であるようです。ことで本実験の目指す。メグ実験の測定シミュレーション、中央の標的赤で、止まったミュー粒子と E プラス電子と、電子とガンマ線に崩壊するんだって。原子は磁場に巻かれたドリフトチェンバー、黄色ドリフトチェンバーに軌跡を残してタイミングカウンター緑で止まる。ガンマ線は直進した左側の液体規制の原子器で青でエネルギーと到達時間が測られる。青その他、本研究は小規模ながら全国共同機構で研究やアトラスメグ実験など参加窓口であるばかりな国際的な研究機構として認知されている。国際技術のワークショップ、特定領域科研費などで開催している。また将来を見据えて LEC での発見を精密測定によって物理の原理まで高める最高エネルギー電子陽電子衝突加速である国際リニアコライダー ILC のために準備を行っている。山下准教授と測定器の加速器の技術開発と共同開発によって積極的に高めている。本センターは人事、機動性、流動性を透明性を持って進められており、全国から優秀な人材を集めている。現在17人の専門教授9人は本学の大学出身者で、本センターは全身を含めると20人以上の教員が組織を共有と提出する。本センターに25年ほど物理学大2年生が所属している。博士課程に進むのも国際協力実験でアトラスやメグに参加して現地本センターの教育の指導のもとに国際スタッフと大学人と切磋琢磨しながら研究していたら博士論文を掲げるが直結する。修士の学生は国際影響の事件で活躍できる分野を受ける必要があり、博士課程で物理解析を行う小実験や測定装置で開発を大基礎を運用するプログラムセンターを用意して、これによって修士で就職する学生も学生潰しが効く人材として様々な職種で活躍している。潰しが効く人材鍛えたんですね。存在しない。なんかこれ、失礼ですね。次のホームページ。PC ウォッチというサイトがありますね。学割キャンペーン、NEC です。
この世は、非現実性は、虚実的世界にも当てられる。NTT が実証。若林。2016年。日常を見る虚実的になっている。実存性は量子力学で記述され、微子的世界で否定される。虚実的世界も量子力学に従うので、ある人考える虚実的世界は存在する。虚子的実現性ありのままに見えるのは観測、量子力学の振る舞いは二重スリット非虚子です、決まっていない量子サイコロが存在する観測いいです。研究の例は虚子的非実現性が存在、電子や光子などを極めて小さい素粒子はその振る舞いが量子力学で記述される。そして量子力学によればこれらの素粒子は普段に確立してぼんやりとした霧の塊のように存在しており、観測を行うまでその厳密な位置や速度は状態を確定できない。不確定性原理、つまり見ていない観測していない素粒子は見るまで存在していないのとも表現できる。この非実在性、見るまで存在しないが素粒子のような微子的世界で厳密な実験で実証されているが、人間のスケールで虚子的世界では例えば月の非実在性、誰も見ていない間を月は存在していないというのは通常の常識的にはありえないと考えられる。だが本当に虚子的世界で物理学検知から量子学的非実在性が当てはまらないか、これは未解決であった。具体的にはある物理系で実在性が実存性の破れを確認するために実存性が満たされるレガット・ガーグ不等式と呼ばれる条件がその物理系で破れることを示す必要がある。この不等式は実在性が成り立てば必ず満たされるが、量子力学のような実存性が成り立たない系で満たされない場合がある。しかし実験で直接レガット・ガーグ不等式の破れを示すためには量子性が保たれる時間に3回の高精度な測定が必要など厳しい条件が実証が困難であった。そういった中、日本電信電話株式会社と米国イリノイ大学はアルミニウム超電導回路からなる超電導時速量子ビットにおいて、実存性の破れの検証実験を行い、実験誤差標準偏差の84倍の精度で超電導時速量子ビットの電流状態の非実存性の実証をしたと。難しいですね。これ量子コンピューターみたいな、これ左回りの超電導循環電流可動コイル型検出器で可能な、これですね、により冷却してるんですね。マイナス 273.14 度に冷却して、ヘリウム3とヘリウム4の希釈冷凍機により16、ここですね、これなんか量子コンピューターみたいです。超電導時速量子ビットっていうね、実存性の破れを確認したレガット・ガーグ不等式の破れを示すんだそうですね。レガット・ガーグ不等式と数学的に等価な測定法を提案することで実験精度を向上する。メイン実験状態と観測差があって、実存非実存がある。観測から観測から状態が決まっている。状態観測の有無によらない非実存は観測の状態が定まる、観測の有無で差実存性が破れ観測によって決まる。実験は超電導時速量子ビットを10メートルケルビンの極低温に冷却して行った。この温度領域では熱による状態冷却がないために量子ビットを最低エネルギー状態規定状態マイナス1に用意できる。マイナス状態に用意した超電導時速量子ビットを2回の状態操作を行った後に量子状態を読み出し、2回の状態操作の間に観測を行う場合と行わない時間で比較した。
1回の状態操作によってマイナス1とプラス1の重ね合わせ状態を生成、実存性が成り立っているのであれば観測前にすでに状態が決まっているので、観測の有無により読み出し結果が変わらないことが期待される。量子重ね合わせによって実存性が破れている場合には観測によって状態がプラス1またはマイナス1になる。この重ね合わせ状態が実現し非実存性が現れた時に観測に有無により差は最も起きないことが期待される。次に観測が状態を乱さないことを確認するために実験を行う。コントロール実験、1回目の状態操作によってマイナス1またはプラス1の状態に用意し観測の有無で差で、測る。この差が十分に小さいことによる状態が観測によって変わらないことが分かる。実験の結果、メイン実験で差がコントロール実験の差を大きく超えており、電流状態という拒否的な量で実存性の破りを実証した。超電導時速量子ビットは毎秒10の12個の電子の流れに相当する電流が流れているが、今度は観測により状態の破れをさらに抑えた測定を行うほか、超電導時速量子ビットの電流を大きくしたり、集団の超電導量子ビットを行うことで拒否的なスケールで自動性の破れの検証性を増やす。編集部の東大が解明、なぜ時間は一方向に進まないけど東大が解明だそうですね。 Unet 日本最大の動画サービスおすすめだそうですね。みんなの携帯スマホなんかあります。左右スポーツタイプの電動アシスト、今日は行きますけどね。 PC ウォッチさんありがとうございました。続きまして、ちょっとこれ今やってます。失敗しない CPU のやり方、これなんか興味ある。 CPU も興味ある。価格コム、インテルと AMD の違いはそのライザー CPU、 こちらについてです。 CPU の役割は、 CPU はまだプロセッサーがパソコンで最も重要なパーツで演算処理を行う装置です。いわばパソコンの頭脳に役割、具体的にはパソコン内部でメモリに記憶されたプログラム実行で、マウスやキーボードの入力装置やハードディスクやメモリの記憶装置がデータを受け取り加工するです。これはどこか4つのコア、これどこか演算、インテルは初心者からプロまでフォローする世界シェア1位のハンドタイメーカー、 Windows、Mac の多くの製品にインテル製品が CPU が搭載される。家庭でもネットで始めるライトユーザー、グラフィックからプログラマーを満足させるスペックの CPU をブランドにいくつかの時代で、AMD 昔これライゼンという急所のグラフィック性能とコストパフォーマンスが、シェアではインテルに劣るもの、グラフィック処理機能に高い腕、4K での高解像度の映像や 3D 映像を CPU に負担かけることを滑らかに再生できます。価格が安いという特徴がコストパフォーマンスやコストパフォーマンスを持っています。 AMD の製品です。インテルこれ Xeon と呼ばれます。インテル Xeon です。インテル製品 CPU のうち Core i シリーズが一般市場向け、 Xeon が業務用です。Xeon は Core i シリーズと比較して業務用の大容量処理にも頼る安全性がサーバーなどで使用します。 Xeon Core i74コア、Core i シリーズの上位モデル、Core i シリーズを2つの作業からハイパーセレディングを搭載することで、4×2 の2つの処理、8スレッド処理の可能性が付与できる。Core i